よし、この調子でいこう。おい、対戦敵よ、気をつけて。呪文ちぎり、遭遇しないでしょ。Hey!
さっさと乗ってくんな。もう出航だ。船が出るぞ。時間を無駄にしてしまった。マイヤに逃げたら急いで残りの精霊たちを見つけないと。あ、何これ。大丈夫、心配いらない。マナの聖域から来たフェアリーだ。何の因果か俺に取り付いちまって、こうしてマナストーンのそばにいるという精霊たちを探しているのさ。知ってる、ウェンデルで司祭様に聞いたよ。もう、どこほっつき歩いてたのよ。探したんだからね。でもよかった。もう会えないかと思ってた。おやま、あんたさんもうちのおじいちゃんに会ったんですか？うちのおじいちゃん大人気ですね。あの年寄りに一体どんな魅力が？うん。お願い。私どうしていいか、わかんなくなっちゃって。魔法王国アルテナ、極寒の地にありながら断りの女王の魔法の力によって温暖な気候が保たれていた。しかしマナの減少に伴い魔法の力が次第に弱まり、周囲から少しずつ氷と寒さが城内へ侵入し始めている。諸君、知っての通り、世界から魔法の源であるマナの力が消えつつある。我が魔法王国アルテナにとって国家の存亡に関わる一大事だ。だがこのまま黙って滅亡を待つわけにはいかない。そこで禁断のマナの聖域への扉を開き、伝説のマナの剣を入手するのだ。マナが失われてしまったら、マナの剣の手段しかないのか。グレーの魔導士さんが知りとる。静かに。伝説ではマナの聖域への扉はアルテナをはじめ各地に点在しているマナストーンを操作することにより現れるという。マナストーンは他国でも厳重な監視下に置かれているはずだ。当然他国からの猛烈な抵抗が予想される。全力を挙げて各国のマナストーンを占領せねばならない。マナの剣を我が断りの女王に捧げ、魔法によって世界を統一し魔法帝国を築くのだ。女王陛下万歳。アルテナ万歳。ねえねえホセ、ホセってば。はいはい、そんな大きな声でなくても聞こえております。こう見えましてもジーはその昔アルテナにその人ありと言われた大魔法使いとして。ストップ、ホセの武勇伝はもう聞き飽きたわ。それよりもほら、昨日の続きを教えてよ。姫様、魔法は格好だけ真似れば誰にでも使えるというものではないのですじゃ。姫様が未だに魔法を使えないのは格好ばかり気にして肝心の心が伴ってないから。ほんだ、お説教ならたくさんよ。もういい、ホセには頼まない。ビロビロビーだ。やれやれ、困ったものじゃ。
あ、ビクターだ。おい、ビクター。あ、姫様、魔法のお勉強は終わったんですか？途中で逃げ出されると後でホセジーの愚痴を聞かされるのはいつもこの僕なんですからね。勘弁してくださいよ。アンジェラ、魔法王国アルテナの王女。父のいないアンジェラは幼い頃から女王である母親に叱られたり抱きしめられたりしたこともなく、女王の立場でしか接してくれない母をとても寂しく思っていた。子供心に母は女王として大変な責務を果たしているからだと自分自身に言い聞かせてはきたが、寂しくて涙が止まらぬこともあった。母の愛情に飢えていたアンジェラはその反動でよく派手ないたずらやわがままを言っては周りの者を困らせていた。そんなアンジェラも成長し、母の断りの女王に似て誰もが認める美しさを備えていたが、王女であるにもかかわらず未だに魔法を使いこなすことができず思い悩んでいた。退屈ね。どこかで面白いこと起きないかしら。
道士殿による兵士たちの訓練が最近特に激しくなって怪我人も出ています。戦が近いようですね。グレンの魔道士殿はますます魔力を上げている。今や断りの女王様に並ぶほどの魔力を身につけたのではないでしょうか。姫様、こちらにいらっしゃったんですか。断りの女王様とグレンの魔導士殿がお呼びですよ。僕は先にさっきの中庭でお待ちしてますから、早く来てくださいよ。さあ王女様、お急ぎください。姫様、大変ですよ。女王様がいよいよ海の向こうの草原の国フォルセラに侵攻を開始するらしいです。でさあ女王様のところ。お呼びでしょうか、お母様。アンジェラ、私から説明しよう。マナの聖域への扉を開くため、各地のマナストーンを占領すべく各国へ侵攻を開始することにした。伝説では世界中のマナストーンのエネルギーを解放したとき、マナの聖域への扉が開かれるという。手始めにアルテナにあるマナストーンのエネルギーを放出させようと思う。術者の生命と引き換えになるため禁じられている封印されし古代魔法を使うのです。しかし私やグレンの魔導士はまだ死ぬわけにはいかない。そこでお前の体を触媒として使うことにしました。お前の命さえ引き換えにすればマナストーンのエネルギーを放出することができる。魔法の使えないお前は王家の恥。最後に大魔法を使って名を残せれば、この女王の娘としてふさわしいチリ様。さあ、こっちへ来なさい。いや消えた。ここはお城の外。でもお母様、なぜ。もうお城には帰れない。これからどうしたらいいんだろう。確か東に町があったはず。そこに行くしかなさそうね。
城に、お城に戻りたいよ、お母様。雪原で倒れていたのを見つけて、ここ雪の都エルランドにうちの娘と運んできたのよ。父、お姉ちゃん目が覚めたわよ。よかったね。わあ、ねえママ、父このお姉ちゃんと遊びに行く。ダメよ、迷惑かけちゃ。父はママが遊んであげるわよ。気分転換にちょっと散歩しよう。その 1% の希望さえ見失いそうになるほど深い絶望に襲われることがある。そんな時は聖都ウェンデルの光の神殿を訪れるとよい。光の神殿？暗闇で迷ってしまった時は道を照らしてくれる光が必要じゃ。ウェンデルに向かえ。ダメだこのばあさん、俺にもウェンデルがどうとかって全く同じこと言ったよ。今度生まれるうちの子が男の子か女の子か占ってもらおうと思ったのにさ。聖都ウェンデルか。そこで何が待っているのかわからない。でもこのままここにいるわけにはいかない。行ってみよう。きっと今よりマシなはずよ。魔法が使えるようになればきっといつかお母様も私を認めてくれる。必ず。愛を受けられず苦しむアンジェラ、忍び寄る暗殺者の影に怯えながら国を後にする。ちょっと待ってくれ。お前、アルテナの王女と言ったな。お前もあのグレンの魔導士の仲間なんじゃ。バカ言わないでよ。誰があんな奴と。お母様と一緒に、あいつも、
私を殺そうとしたのよ。あんなやつ大嫌い。そうか、そうだな。すまん、教えてくれ。あの紅蓮の魔導士は一体何者なんだ。以前は私と同じく魔法が点でダメで、いつも魔法の先生のホセに怒られてたのに、ある時いきなりアルテナ1の魔法使いになっちゃってさ、今じゃお母様の右腕として大威張りよ。王女様である私をアンジェラなんて呼び捨てよ。ああもう思い出しても腹が立つわ。アルテナ1の魔法使いか。だが俺もフォルセナ1の剣士だった男の息子、負けるわけにはいかない。マナの剣か。お母様もそんなこと言ってた。お母様もその剣を手に入れようとしている。私が先に行って剣を奪えばきっと私を見直してくれる。ねえお願い、私も一緒に連れて行っていいでしょ。もちろんよ。それに精霊たちと出会えばすぐにあなたも魔法が使えるようになるし。本当？やった！宿から脱出できたが、これからどうすりゃいいんだろうな。町の人に話を聞いてみる。そうだな、何かわかるかもしれない。ついでに武器屋に行って品揃えを見てみようぜ。とフォルセナの間は吊り橋一本しか道がないから、遠回りの上危険なモンスターだらけの黄金のわしが今作っているスーパーキャノンマーク2ならひとっ飛びで行けるようになる。俺もお前たちと一緒の船でジャドから逃げてきたのさ。噂じゃ聖都ウェンデルの光の司祭様が命がけの結界を張り、ところがだ、光の司祭様は
そのためにウェンデルでその病を治せるのはヒースって神官だけだっていうのに、その神官も行方不明らしい。そんなおじいちゃんが大変でち、すぐ戻らないと。シャルロット、今あんたが戻ったってどうにもならないんじゃないの？私たちは司祭さんのためにも少しでも早くマナの剣を手に入れ。ちょっと冷たい言い方だったかしら、ごめんね。でもあんたが本当におじいちゃんを助けたいんだ。おじいちゃん。グレンの魔導士を倒すまでフォルセナに帰らないと決めていたが、まさかクラスチェンジもせずに戻ることになるとはな。俺一人で十分だ。道を切り開いてやるぞ。